本日の昼食はシチューとカレーです。ひどすぎる。久々にパソコンで送り状を黒猫ヤマトにやったんですけど、なんかアップデートやら何やらインク切れや何やらで かれこれ1時間半ぐらいパソコンの前に縛り付けられてますね。これも空洞化だね。はい、近い。パソコンとプリンターと2時間悪戦苦闘して、結局 故障っぽいんで手書きにします。無事にドナドナされていきます。ブラックで気合を入れます。時刻は4時40分ですね。 CO2324、 ハウスの温度は30度ありますね。まだ湿度 66% です。おくるばせながらカーテン開けてます。さあ、懲りずにやってまいりましょう。ここやったかな、ちょっと忘れちゃったんで、もう一回やりますね。はかきとつる流し資産、レッツゴー。フレッシュ。途中から MX 君に代わる金添屋2号ですね。はい、こちら次はですね、隣南が行くのではなくてリスペクタリー行きたいと思います。はい、こちらがですね、 MX 君途中からリスペクトに変わりますんで、そこまで行って、そこからはかきとつる流しやっていきたいと思います。うちさん、カモン。ブリスペクタリー、この辺のですね、線虫被害は飛ばしてですね、一番西側ですね、あっちの生い茂ったところに行きます。はい、来ました。見比べていただければ分かると思います。この木姿とこの木姿全然違うと思うんで、こちらを整理していこうということで、早速レッツゴー。この辺は冗談が限界ですね。まあ、なんとかやりましょう。続いて間髪ですね、隣のリスペクタリーやっていきたいと思います。はい、ハート型セット完了ですね。3日後が楽しみです。はい、星型もセット完了ですね。3日ぐらい後が楽しみです。そう、やってまいりましょう。リスペクタリー、これは最初と最後だけですね。ほとんど線虫被害ですんで、はかきとつる流し実際やっていきたいと思います。はい、真ん中動いてるの、こちら天敵ですね。壊滅状態になったかと思ったんですけど、壊滅はしていないようですね。ということで、フレッシュ。もう6時過ぎてますんで これ見てください。私がプリンターのインクと戦った証ですね。はい、血まめではないです。色がついちゃっただけです。はい、本日誠にお疲れ様でした。気をつけて帰ってください。はい、6時半だったらライトはつけてくださいね。で、散歩される方は発車剤をお願いします。最初はピヨピヨじゃんけんパー。じゃ、また。ゆうちゃん、そこに何がいるんですか？ニワトリの餌をお腹いっぱい食べれば、こんなに必死こいて餌探す必要ないと思うんですけどね。最近ニワトリピオはですね、うちのボケちゃったばあさんと同じに感じますね。本人は悪気はないんですけど、ほんと言うこと聞かないんですよね。だから好きにやらせるように決めました。ほら、部屋綺麗になったね。親父が綺麗にしてたね、虫が湧いちゃってたから。これ食べな、ピオ、餌。あー、え？ちょっとあれか、様子が違うと思ってんのか？ん？なあ、綺麗になるとビビっちゃうか。おやすみー。